赤鬼と天狗のからかいで名高い鬼祭りは、豊橋市八丁通りに鎮座する悪見神戸神明社の春の例祭である。この神明社は悪見神戸の名称が示すように、悪見の地が伊勢大神宮の神領として寄進された折、その繁栄と豊作を祈願して創建された。時に天明三年、西暦940年のことで、今から1000年以上もの昔に遡る。鬼祭りは天下の奇祭といわれ、この由緒ある神明社で古くから行われてきた。現在は2月10、11の両日に行われているが、元来小正月前夜、陰暦の大晦日にあたる日に行われていたものだ。人々が行く年の厄災を払い、新しい年の五穀豊穣を祈る年越しの祭りである。この地方では一年のうちでも最も寒いといわれる2月夜の厳しい寒気をついて、赤鬼と天狗の田楽の稽古が行われる。祭りの大役、黒鬼、赤鬼、天狗の三役は神役といわれ、重い役割を果たすため決裁とお祓いが厳しく守られているという。新役赤鬼は中瀬古町の青年が、天狗は悪見町の青年が奉仕する決まりである。赤鬼と天狗のからかいの稽古が始まった。新役赤鬼は祭りの7日前から決裁に入り、田楽の稽古も再開沐浴し、身を清めてから諸先輩の指導を受けるしきたりである。同じく新役である天狗も1月の終わり頃から諸先輩の指導により稽古に入る。ゆっくりやれよ。よし、はい、入った入った。よし、よし、よし。赤鬼と天狗のからかいも含め、鬼祭りの神事であるさまざまな田楽や神楽は非常に古い形を今に伝えていることで特徴がある。これは全国でも例を見ない貴重なもので、昭和55年国の重要無形民俗文化財に指定されている。赤鬼天狗はこの稽古を通して新役の責任を果たす精神力と体力が授けられていくという。さて、祭りの前日、神明社では神殿のお飾りなど祭りの準備が行われる。
現在新名社の氏子は14課町にわたっているが、鬼祭りには各町の氏子たちがそれぞれにお役を持って奉仕している。それは確かに嫌だもん。ああやっぱりね、社務所では日の引いたと宇津木の棒で起こした忌み火で神前に備えるおこわを炊く。おこわと子持ちは神殿御内陣にお供えする。また神殿にはお頭様と呼ばれる古くから伝わる獅子頭を祀る。その前にはえのき玉、おかぎを飾り、さらにお的と弓矢を立てて飾りつける。明けて2月11日、例祭は神楽殿で行われるお日の出神楽で始まる。ただいま神楽殿に来まして、6、7歳の男の子が左手にタヌサ、右手に鈴を持ち舞い納める。11時20分、黒鬼、赤鬼、天狗の神役たちが町役ともども上下姿で参殿する。祭り神事に備え、前の夜神社の決祭殿でおこもりをした神役たちの収罰が執り行われる。神役赤鬼が装束とお供えの炭切り飴を神前に備えお祓いを受ける。これより中里町経理の皆様のお祓いでございます。続いて黒鬼、天狗の神役がお祓いを受ける。収罰を受けお面をいただいた神役たちは決祭殿に入り、まず水漏りを行う。身を切るように冷たい水をかぶり、身も心も引き締まる瞬間である。お清めを済ませた神役は諸先輩が数人がかりで装束を着せてゆく。長野、ちょっと手伝ってください。赤鬼の装束は20キログラム。生地の下には綿がたくさん詰め込まれ、着せつけるのも大仕事である。入っちゃうよ。そこに入るよ。まだまだ入ったら洗ってもらう。そうだよ、だから出てきたら俺は趣味だもん。やる前から待ってちゃう。赤鬼の白のかがり紐の中にはさらし木綿の束ねたものが入っており、全部で15反ものさらしが使われている。これがこの
こうして筋骨たくましい赤鬼が出来上がっていく。全体的に全部これぐらい。新薬天狗は鎧ひたたれに薙刀姿、鎧は古くから伝わるものを着用している。また赤鬼天狗の面は昭和15年、新名社の鎮座1000年を記念し新しく作られたものを使用している。それまでの小面は今川義元が寄進したものと伝えられ、神社で大切に保管されている。正午12時、子鬼が境内に走り込んでくる。札木町の子鬼は明治15年に発足、氏子の厄除けと安泰を祈って行事を行う。装束をつけ準備も整った新役諸役が決裁殿から現れる。ここで行われるのがいわゆる玄関先の鳴らし、からかい神事の予習である。これは庭釣りとも言われ、省略した形でからかいの所作を行い、装束がしっかりと身についているかどうか確認するのである。午後2時近く、拝殿前の八角台ではお的の神事が行われる。八角台は吉兆場と呼ばれ、諸神事を執り行う舞台となる。お的の神事は二人の射手が前方のお的に向かって矢を放つ。黒鬼は大玉串大阪城の射手は農耕の土地柄を代表するもので、一人は漢字を表し、もう一人は福字を表している。厄災を追い払い、豊作を祈って12本の矢を交互に打ち放つのである。矢を打ち終わるとお的を奪い合う。的の破片を家へ持ち帰り、門口に打ちつけておくと魔除け厄除けになると昔からの言い伝えである。大玉串の傍らに立ち神事を見守る黒鬼。この黒鬼に頭を撫でてもらうと子供が夏闇をせず健康に育つという。あ、ただいま赤鬼は正午の若者を従いまして正午に別なりお的の神事が済み、吉兆場で呼び太鼓が打ち鳴らされると、赤鬼が警護の若者を従えて境内へ走り込んでくる。これより八角台に上がります。これより八角台に上がります。ただいま赤鬼は決裁殿より樹木を振り振り左前八角台に上がります。吉兆場へ上がった赤鬼はひざまずいて神に祈る。赤鬼は種目を前にひざまずきまして、うやうやしく神前に記念するのでございます。
筋骨たくましい大きな赤鬼は腰に御幣を刺し、手には種目を持っている。いよいよ赤鬼と天狗のからかいが始まる。赤鬼は種目を打ち振りながら二の鳥居に向かっていく。刻み足取りで稲妻型に進んでいく姿は実にユーモラスである。天狗は太刀をつけ薙刀を持ち参道に待機している。赤鬼は天狗の前で立ち止まると天狗に戦いを挑む。いわゆる赤鬼と天狗のからかいである。からかいとは争いの意味で、押したり返したり負けまいと張り合うこと、また面白おかしく相手を困らせてからかう意味もあるという。天狗が薙刀を中段に構え赤鬼に迫れば、赤鬼は刻み足取りで大地を蹴り実調場の方へ後ずさる。大地に種目をつき扇で差し招いて再び天狗に挑む赤鬼。警護の若者たちがじっと見守る。このからかい神事の由来は定かではない。赤鬼と天狗が戦い、赤鬼が天狗に追い払われ退散するという神事である。人々は年の終わりにあたって災いを払い、新しい年の平安無事を祈ったのであろう。天狗が後ろに回ります。天狗はこれを避ける仕草をいたします。からかいの中で赤鬼は天狗の前を飛び回り、花の汚れやふぐりの汚れを投げつける所作がある。天狗はこれを避ける仕草をいたします。大変天狗はただいま怒り浸透に発しております。赤鬼や天狗のこれら素朴で野趣あふれる所作は平安から室町時代に盛んに行われた田楽の古い流れを組む形が今日まで連綿と伝承されてきたものだと言われる。赤鬼は三度戦いに挑むが、天狗に吉兆場前へと追い詰められる。そしてついにその場を飛び出し境内から走り去る。この一時赤鬼の退散でございます。赤鬼を追い払った天狗は意気揚々と吉兆場へ乗り込む。一度去った赤鬼は再び境内に戻ってきて、お供物の炭切り飴を差し出し、今度は一同炭切り飴を放り投げながら神社から走り出る。
境内は辺り一面炭切り飴の粉が舞って真っ白。この粉をかけられると厄除けになると言い伝えられ、見物の人々も炭切り飴が投げられるのを楽しみにしている。さて、神社から飛び出した赤鬼は警護の若者を引き連れ、角寄りといって氏子の家々に立ち寄りながら氏子14箇町を駆け巡る。家々に厄除けの炭切り飴を授け、この一年の無事と幸せを願って回るのである。お母さんいいですか。どうも。一方、神明社では儀帳場で諸々の神事が続けられている。これはポンテン皿の田楽。二人の支天子とささら子といわれる稚児6人で奉納する。支天子は鼓と小太鼓を持ち、ささら子は瓶皿という楽器を持っている。一人の支天子が鼓をポン、もう一人が小太鼓を点、そしてささら子が瓶皿でザラと拍子を取る。ポン、テン、ザラの田楽というゆえんである。続いて支天子田楽が行われる。支天子が鼓や小太鼓を打ち鳴らしながら、独特の身振りで新小物の周りを踊り歩く。さらに神事は天狗の神楽、支天子の神楽と続く。二つの神楽ともその所作は古式の神楽の形を今に伝えていると言われている。初神楽が舞い納められると、最後の神事であるお玉引きの年占いが行われる。まず天狗の切り払いによって場が清められる。お玉引きは太いしめ縄を結んだえのき玉を、やはりえのきの枝で作られたおかぎで引き合う神事である。引き合うのは幹事と副事を代表する2人。えのき玉におかぎを引っ掛け、力任せに引き合い、農作物の豊穣を占うのである。これには黒鬼が立ち会い、勝負の行方を見守る。引き切って勝負に勝った方の土地がその年は豊作だとされている。勘違いの勝ち。神明社境内の神事を滞りなく終え、ついで大玉串と黒鬼を先頭にお旅所である談合神社までご進行が行われる。
辺りがすっかり暗くなった頃、宇治子の町々を駆け回ってきた赤鬼が中瀬古町へやってきた。新役赤鬼の家の前で種目投げが行われる。夜も更けた新名社境内、宇治子の家々を回ってきた天狗が境内に戻ってきた。神社に天狗の面をお返しする。続いて赤鬼も神社に帰還し、同じく神前に面が返され、これで滞りなく祭りのすべてが終了する。どうも、最後に赤鬼は実況場に上がり、種目を空高く3度投げ放つ。警護の若者たちは競ってこの種目を受け止め、新役に渡すのを無常の喜びとしている。こうして幾百年にもわたり守り伝えられてきた鬼祭り、現在も氏子たちによって厳粛に、あるいは心から楽しみつつ生き生きと行われている祭り神事は、人々と共に生き、手から手へと受け継がれ、民衆の活力を確かな手応えとして末永く続けられていくことだろう。